セリーグヤクルト16から6巨人、2022年6月24日神宮。打った瞬間に確信した、いいスイングができたので、いったなと思った。8-2 で迎えた6回、村上は、西一塁の場面で入った第4打席で、巨人2番手、桜井から右翼スタンドへ豪快な24号ツーランを放った。4回の第3打席、満塁のチャンスでは空振り三振に終わっていたが、自分の中で試行錯誤して打席に立った。それが結果となり、これで間違いないんだなと思った、と、雪辱の一撃だった。この無双ぶりでも4番に満身はない、最後の2打席はいい形で打てたんですけど、入りはなかなかチャンスで打てなかったのでそこは反省です、と話した。村上はこの日の活躍でリーグ2位の打率315、25本塁打と67打点はリーグトップを独走している。また村上の2000連発は10、11日のソフトバンク戦で17、18号を打って以来、2打席連発は19日の広島戦以来今季4度目。